菅原昭義は中央競馬、美穂トレーニングセンターの騎手。千葉県出身。おじは元騎手で現状教助手の三浦健二。実家は中山競馬場の目の前というほどの近さで、競馬好きの母親が毎週末のように競馬場に通っていたことから、自身も足を運ぶ機会が多く、騎手を志すようになった。騎手になった際には、両親はとても喜んだという。 2016年に、競馬学校騎手課程に入学。2019年2月、競馬学校騎手課程を卒業。2019年3月に、美穂・高木昇9社から騎手デビュー。同年4月20日の福島 6R を一番人気の、待機外やモンドで制し、デビューから通算63戦目で、初勝利を挙げた。2020年4月19日の福島競馬場12レース。 ワセダインブルー号で特別戦初勝利を挙げる。2021年2月7日の東京新聞杯、空手号で重賞初制覇を挙げる。2021年7月17日福島 5R をセプテンベルで勝利し、JRA 通算100勝を達成した。目標とする騎手は戸崎慶太。リーディングを獲得し、世界でも活躍するような騎手を目指している。 菅原昭義の年度別成績を参照。ありがとうございます。